はい、さい、もっくんです。本日はですね、スマートフォンでクオリティの高い映像を撮れるめちゃめちゃテンションの上がるシステムを紹介していこうと思います。はい、というわけで今日も始めていこうと思うんですけれども、皆さんスマートフォンで映像を撮っていますでしょうか。僕はですね、最近インスタグラムのリールとか TikTok とかですね、ショート動画の普及に合わせてですね、僕もいつもカメラで撮るんですけれども、スマートフォンでかっこいい映像を撮れないかなって言っていろんなアイテム探してたんですよね。なんですけれども、スマートフォンにまつわるグッズってね、なかなかテンションの上がるアイテムってねないんですよね。結構探しました。そんな中でですね、モーメントさんからねお声掛けいただいて、新製品のですね、フィルムメーカーリグというものがあるということで、今回ねご提供いただきました。で、こちらのテンション上がるシステムですね、めちゃめちゃかっこいいでしょう。今日はこれを使ってですね、ミュージックビデオスマートフォンで撮ってみたので、後ほどですね撮影風景と作例見ていただくんですけれども、簡単にご紹介させていただこうと思います。はい、こちらですね、モーメントさんのフィルムメーカーリグって言ってですね、マグネット式でスマートフォンを着脱できるんですよね。で、このマグネットですね、めちゃめちゃ強力なので、もう全然振ってもね落ちないです。なので非常に安心っていうのと、やっぱりねリグっていうのもあってですね、ご覧の通りですね、カスタマイズ性が高いんですよ。こんな感じでですね、マイクがつけれたりですとか、 LED がつけれたりですとか、で、あとはですね、ネジ穴がたくさん切られてるので、もっとね自分のアイデアに合わせてですね拡張することができます。で、下の方ももちろんネジ穴がたくさん切られているのと、あと側面ですね、両側面ネジ穴がたくさん切られているので、本当にですね、いろいろできるかなと思います。で、この新製品のフィルムメーカーリグですね、こんな感じでマグネット式で着脱がねめっちゃ簡単で便利なんですけれども、期間限定で 20% オフのキャンペーンやってるみたいなので、動画最後まで見て興味がある人はぜひねチェックしてみてください。で、今回のね新製品はこのリグなんですけれども、モーメントさんめちゃめちゃ面白くてですね、僕がテンション上がったのは、こんな感じでスマートフォンにつけるレンズも作ってるんですよ。なのでご覧いただけますでしょうか。こんな感じでスマホにねレンズつけてるんですよ。これはちなみにですね、単焦点の 18mm ですね。で、これがですね 58mm です。はい、こんな感じで表現に合わせてレンズ交換しながらリグを組んでクオリティの高い映像をね撮れるということで、これねめちゃめちゃかっこいいんじゃないかなと思って、そんなところでですね、早速ねスマートフォンで撮影したミュージックビデオの作例を見ていただきましょう。で、今回ですね、アシスタントで入ってくれたみほすけがですね、撮影風景の動画もめっちゃ古い iPhone でね回してくれたんですけど、意外と見れた映像になったので、ここからの撮影風景とミュージックビデオの映像はオールスマートフォンでお届けしようと思います。それでは見ていただきましょう。どうぞ。行きましょうか、はい、行きましょう。今日緑色ですね。今日めっちゃ走る。めっちゃ進んでないよ全然進んでないお姉さんありがとうございますすごいこれいいね。これ磁石なってて、うん、こんな感じで、あ、磁石なんだ。カチャッといけるんです。めっちゃ便利。マイクとかもつけれるんで、こことかにさ、上等やさ、上等やさ、デージ上等やさ。58mm で撮ってみようと思います。思います。変身しております。 OK。
した取れた終わった。あーさすがやったなおーすごいおーすごいすごすごい奇跡奇跡よし民族してるよ。始めよう僕らのパレード、あなたの夜を照らしてあげるよ。大事なメモリー一つ一つ噛みしめながら胸にしまうよ。ありのままでいいと思わせてくれた、そんな君に僕は はい、いかがだったでしょうか。めちゃめちゃ良かったんじゃないですかね。で、このね、モーメントさん、こんな感じでレンズ交換できるのがね、魅力だよって話したんですけれども、あと1個あるんですよね。モーメントさんのアプリケーションがあります。そのアプリケーションを使ったらですね、なんとログ撮影できるんですよね。なのでですね、フィルムメーカーリグを組んで、こんな感じで単焦点レンズを組んで、マイクをつけて、LED をつけて、なおかつね、ログ撮影できるんですよね。これ結構テンション上がらないですか？やっぱりね、スマートフォンの魅力ってポッケからスッて出してね、身軽にね、簡単に動画撮れるよっていうのもあるんですけれども、僕らみたいなガジェット好きって、なんかそれだけだとテンション上がらなくてですね、スマホで動画撮る気、僕はなんですけど、慣れないんですよね、あんまり。なので、カメラ出して撮ってしまうとかあったんですけれども、これだとね、結構かっこいいじゃないですか。なのでですね、インスタグラムのショート動画のリールとかでもですね、このスマホでね、撮ってるやつとか流行ってるんですけれども、これでやったらかっこいいんじゃないかなと思ってね、そんな感じで今後使っていこうかなと実は企んでおります。これね、結構いいんじゃない？このシステムならね、インスタグラムのリールとかもね、僕もスマートフォンでやりたいなって思うな。っていうネタ的な要素だけじゃなくて、本当にね、この感じで質感もね、めちゃめちゃモーメントさんかっこいいですし、こんな感じでレンズもね、ちゃんと作られてて、レンズもね、結構いい値段するんですよ。1万ちょいしたんじゃないかな。ちょっと概要欄にリンク貼っておきます。なので、スマートフォンでね、サクッと簡単におしゃれなっぽい映像とかじゃなくて、モーメントさんはスマートフォンでね、本格的にちょっとガチ撮りする人向けに製品を作ってきてるんですよね。めちゃめちゃ面白いなと思います。で、このフィルムメーカーリグなんですけれども、こういう拡張性やスマートフォンを保護してくれるっていうのももちろんなんですけれども、やっぱりね、撮っててね、握りやすくてグリップ感があるので、すごいね、撮影しやすかったです。足場がないとことかですね、こうやって手を伸ばしてね、撮ったシーンとかもありましたし、あとは持ち運びの時とか、こんな感じでね、ブラブラブラって持ち運ぶので、本当にマグネットも強力でね、こんな感じで普通に歩いて持ち運べるので、めちゃめちゃ便利でした。まあね、やっぱりなんといってもこの 58mm と 18mm のレンズですよね。これで映像を撮っていったわけなんですけれども、非常にね、綺麗な映像が仕上がりました。あとなんといってもね、このレンズ交換をする動作がですね、やっぱりカメラのレンズを変えてるみたいで楽しいんですよね。やっぱり僕カメラ好きなので、こういうね、ギミックは好きだなと思いました。はい、こんな感じで今日はですね、スマートフォンでクオリティの高い映像を撮るためのフィルムメーカーリグ、マグセーフ式の非常に便利なリグを紹介していきました。皆さんもですね、いまいちスマホ動画ってテンション上がらないなと思ってる方はですね、こんな感じでですね、かっこよくリグ組んでみて、クオリティ高い映像を撮ってみてはいかがでしょうか。僕は結構好きだったので、これね、リールネタにしてね、こんな感じで撮っていこうかなと思います。ショート動画でもですね、こういうもの珍しいものってね、伸びそうだよね。ちょっと実験でそちらやってみますので、
ので伸びなかったら恥ずかしいな。まあ実験でやってみますので、最近僕が趣味で始めたねインスタグラムのアカウントがね、あの本アカと別にありましてですね、主にカメラとか機材系で出してますので、興味があったら覗いてみてください。このセットでもね動画出してみようと思います。今ね僕のお仕事以外のその趣味のねガジェット系のアカウントはちょうど2ヶ月ぐらい経ったんですけれども、今年はね毎日更新しております。なのでね結構面白いかなと思うので、 YouTube の更新がね忙しくて止まってても今年はですね毎日更新してますので、 Instagram のアカウントもぜひね覗いてチェックしてみてください。今回の動画楽しかったよ、いいなって思ってくださった方はぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバーイ。